皆さんこんにちは。最近コメント欄を探索していたところ、ちらほらこんなコメントを見つけました。ワンチャン今大会の準決勝で、稲須が姿に敗戦するかも。そこで今回の動画は、現在の両チームの戦力、もし今大会の準決勝で稲須が姿に敗戦するとしたら、どんな試合になるのか、過去に稲須が公式戦で敗戦した試合を振り返る、以上のポイントを押さえながら、稲須が姿に敗戦するのか考察していきます。あとこの動画を最後まで見ていてもらったら、高評価よろしくお願いします。それでは本編、最後までご覧ください。まず現在の両チーム戦力を確認していきます。現在のやつは直近で行われた試合を参考にすると、こちらの9名で試合に挑んでいます。成宮は1年生から公式戦を経験、ピッチャーとして150目前のまっすぐ、伝家の宝刀チェンジアップ、まだ準々決勝から披露した未完成のカットボール、まだまだありますが、こういったボールを投げ相手バッターを打ち取っています。ちなみに打順の方は5番バッターを務めています。一木は成宮の代から正捕手となり、原田の代からベンチ入り。この一木、成宮とバッテリーを組んだ当初はキャッチャーとして不安なところありましたが、翌年の晴れ隊までには改善。まだバッターとしてはよくタイムリー打っているイメージがあります。打順の方は6番バッターを務めています。山岡は原田の代からレギュラー、薬師、大地とまではいきませんが、昨週で行われた公式戦ではホームランを量産。打順の方は4番バッターを務めています。江崎は成宮の代からレギュラーとなり、原田の代からベンチ入り。この江崎は五木と同級生、まだ選手としての情報量があまりありませんが、右打ちということは確定。打順の方は9番バッターを務めています。矢部も成宮の代からレギュラーとなり、原田の代からベンチ入り。この矢部は成宮の勧誘をきっかけに、中学時代同じチームだった山岡と一緒に練習進学。原田の代ではサードのレギュラーに吉沢がいたため、来年のみの出場しか確認できていない。しかしこの矢部、成宮から勧誘を受けるぐらいの選手。今大会は3番から7番バッターと打順の方は降格していますが、最後の大会で何かしてくるかもしれません。平川は原田の代からレギュラー、守備やつなぎ役として優秀、またカルロスにも負けない足を持っている。打順の方は2番バッターを務めています。次は成宮の代の春隊からレギュラーとなり、原田の代からベンチ入り。この次は五木や江崎と同級生、1年秋隊の時は守備固めとして登場、2年生から背番号1桁、上級生を差し置いてレギュラーを張っているので実力あり。まだ選手としての情報はそこまでありませんが、今後どんな活躍をするのか気になるところです。ちなみに打順の方は1番バッターを務めています。カルロスは原田の代からレギュラー、守備範囲が広く、ワンアウトのジョンソンまではいきませんが、足も速い。まだ現在は初登場した2年夏隊よりパンチ力は増し、一発があるという怖いバッターとなっています。なお打順の方は1番バッターを務めています。早乙女は今大会から登場してきた新キャラ、学年の方は不明ですが、左打ちで初登場からいきなりイナイスで3番バッターを務めている。自身の願望としては、今後イナイスまた来年エースの盛り上がりのことも考えて、この早乙女は五木と同学年であってほしいです。この代の大会成績、秋隊は2回戦で鵜久森に敗戦と2年連続不甲斐ない結果となっていましたが、翌年の春隊予選では選抜4強帰りの薬師、東東京の王者、慶東高校、天橋千秋の3校、こういった高校を倒し優勝。あとこの春隊の最高峰、関東大会でも花咲徳丸、北進学院、東海大相良、九龍高校、こういった関東屈指の強豪校を撃破し優勝。3年連続の甲子園出場に向けて、実績的には申し分ないと思います。姿は今回の夏祭で4強入りしていますが、今どの選手がいるのかはっきりしていません。しかし秋田はベスト8、春田もベスト8、そして現在行われている夏祭はベスト4まで駒を進めている。秋田は青海大姿という東海大姿に改名する前の高校として準々決勝3校と対戦。この試合初回に姿が3校に先制を許す。その後中盤から終盤にかけて姿3校に得点を許し6失点。打線も3校余しの前に手回しも出ず、結果0対6で姿3校に敗戦しています。春田は期待でベスト8だったこともあり、準々決勝まで順当に勝ち上がっていました。だが準々決勝では今回の夏祭準決勝で戦うイナイスと対戦。この春田姿は監督は元プロ野球選手、エースは山田、2つの情報が解禁されました。ちなみに試合の方は姿エース山田が初回からイナイスに大量失点、打線の方もイナイス平野毎日鎮圧、2対11で敗戦。姿は春田で8強入りしたこともあり、夏祭は B ブロックのシード校として臨んでいます。この大会も順当に勝ち上がり、準々決勝まで駒を進める。準々決勝では日大鶴ヶ島と対戦。この試合姿は初回に得点を許し、主導権が鶴ヶ島に行ってしまった。しかし3、4回裏の攻撃で計5得点を挙げ逆転に成功。その後鶴ヶ島も追い上げを見せてくるが、姿のピッチャーが粘り逃げ切り成功、5対4で姿が勝利。ちなみにこの夏祭でも姿に関して新しい情報が多々解禁されていました。名前は紹介されていませんが、元プロ野球選手の監督と選手複数名の顔をドアップで公開。
投手力は自慢。現在作中ではここまでしか描かれていないので、今後どんな選手が出るのか楽しみです。また菅田の選手の中から東京選抜戦で1人だけ紹介されていた可能性があります。東京選抜戦では今井というピッチャーが選ばれていた。この今井、帝東乾とバッテリーを組み、明治大学戦やアメリカ選抜戦で基本リリーフで登板。この東京選抜編は、東京選抜国友監督の意向として東西の高校でバッテリーを組ませない。ピッチャーが西東京の選手の場合はキャッチャーは東東京の選手、ピッチャーが東東京の選手の場合はキャッチャーは西東京の選手。乾が在学する帝東は東東京の高校、また今井は東海大と書いてあるユニフォームを着ていた。西東京に公開で系列は姿の1校しかない。このこともあり、東京選抜で選ばれた今井は姿の選手が濃厚かなと思います。ちなみに今井とはどんなピッチャーなのか。制球力はバドだが、東京選抜で今井とバッテリーを組んだ帝東乾曰く、低めボールが決まると手がつけられない。勢いのあるボールでバットを振らせる右の本格派。まとめると、姿は公式戦で毎大会8強以上の成績を残している。姿の監督は元ベレ級選手、春大では山田がエース、東京選抜に姿の代表として今井というピッチャーが参加している。監督と選手のビジュアルがドアップで公開。これのポイントでは、もし今大会の準決勝でイナイスが姿に敗戦するとしたらどんな試合になるのか、過去にイナイスが公式戦で敗戦した試合を振り返っていきます。イナイスは作中で描かれた公式戦で3回敗戦を経験しています。まず1試合目は、成宮が1年生で迎えた甲子園3回戦社高戦。この試合序盤、社高が先制をしていましたが、終盤にイナイスが2対2と試合を振り出しに戻した。だが6回から登板した当時1年生の成宮が8回にやらかす。8回の表、ワンアウトランナー3塁。成宮はこのケース、スクイーズを封じるため、ウエースとしたが、思ったよりも上へ行ってしまい暴投。3塁ランナーホームイン2対3。結果この1点が決勝点となり、稲津は甲子園3回戦で敗戦。続いて2試合目は、成宮が2年生で迎えた甲子園決勝、駒大戦。この試合は、両軍の戦力差はなく、延長戦までもつれる試合に14回の激闘。なおこの試合は、駒大新田監督が14回裏に3者連続代打という起用、あと4名のピッチャーで試合を作る継投策。見事この起用法が成功し、駒大が3対2で勝利。ちなみに当時の成宮は6試合中6試合に登板。登板した試合は基本6回以上はマストで投げ、3回戦では9回完封。ちなみに準々決勝は 10K という成宮の記録が残っているので完投濃厚。つまり成宮は疲労ありの状態で決勝戦に先発をしていた。この決勝戦、成宮投げた投球回数は不明ですが、延長戦までもつれた試合であるため9回以上投げている可能性はあります。最後3試合目は、成宮が2年生で迎えた秋田2回戦鵜久森戦。この試合初回にカルロス、白川、山岡、主力として甲子園を経験した3名で先制に成功。試合開始当初は稲津が大差をつけて勝利すると思われていましたが、鵜久森選抜、梅宮のまっすぐとスローカーブの急速さ、極めつけはこの試合から披露したパワーカーブ。この三振に苦戦し、初回の得点以降良い当たりを打つも得点には直結せず、試合が動いたのは7回の裏。ノーアウトランナー1塁。このケース、ここまで高騰していた稲津先発平野が2番バッターにヒットを許したところで、レフトの成宮がマウンドへ。平野に代わってレフトに当時背番号14をつけていた杉。ノーアウトランナー1塁。成宮はこのケース3番バッターを三振に仕留め、ワンアウトを取るが、梅宮との対戦で試合決着。成宮はこの梅宮との対戦、キャッチャー相手の変化球のサインに首を振り、決め球でまっすぐを選択。当時打席に立っていた梅宮は退職から変化球などは狙っておらず、まっすぐの一点張り。そのため梅宮は見事このまっすぐに強振、打球は右中間へ、走者一掃のタイムリーヒット、2対1。現在の両チームの戦力的に、今大会の準決勝はイナイスの勝利が濃厚。姿の選手の情報はあまりないため、春大から今大会の準決勝までに誰かが覚醒していれば接戦もあり得る。また成宮は今大会の準々決勝で8回を投げていたり、春大では稲津が成宮抜きで平野が先発し、大差をつけて姿に勝利。今大会の準決勝は平野か赤松の先発が濃厚。姿が成宮と相性が良かった場合は波乱な展開になるかも。稲津が試合で負けるパターンとしては、単純に戦力で相手チームにも劣り敗戦、成宮がやらかす。この2つ一体どうなる稲津対姿戦。なのでリスナー様は、今大会の準決勝2試合目稲津対姿戦はどんな試合になると思いますか？思いついた方ぜひコメントをお待ちしております。以上、今回は現在の両チームの戦力、もし今大会の準決勝でイナイスが姿に敗戦するとしたらどんな試合になるのか、過去にイナイスが公式戦で敗戦した試合を振り返る、以上のポイントを押さえながらイナイスが姿に敗戦するのか考察していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやってますので、フォローの方お待ちしております。